行くぞ。こんなものがイリアの王子同士の交渉なの。偽善的で軟弱、吐き気がする。お前は戻ったか。ご苦労だった。分かっている。騎女の身に何があったのかを。言いたいことは山ほどあるだろう。では始めるがいい。ただの愚痴ではないといいのだがな。兄上はわざわざ私のお葬式まで。その価値は騎女なら理解できると信じている。あれは貴重な勝利のみならず、それ以上のものをもたらしてくれた。私がウェーブライへ赴くことに同意したとき、すでに計画なさっていたのですか？世はいかなる好機も逃さん。だがあの計画は騎女がここで決心を告げた後に決めたものだ。なんといっても世の妹だからな。いつだって兄上は理屈だけはご立派ですものね。もし私が行かなかったら、あれらのことは起きずに済んだのでしょうか。騎士連合は喉から手が出るほど硝石を欲している。手に入れるためなら手段を選ばない。たとえ戦争を起こしてでもだ。奴らはウェーブランに次々と手のものを送り込んで、イリアの反逆者を買収した。あの時のようにいいなんだ。シルビア王妃崩御の経緯は騎女も世も重々承知のはずだ。だからって騎女の存在はただ奴らがウェーブランで兵力を集めるペースを乱し、この戦を比較的有利な時期に前倒しで始めさせた。ですが、私だけでなく愛様で殺したのは騎士連合なのに、それで彼らのペースが乱れるなんて。イナンナ殿下、吊るし人の掴んだ情報によりますと、事件当日、収拾がつかないよう意図的に扇動した者がおりました。誰なのですか？何のために？第三の勢力がそれを望んでいたのかもしれません。第三の勢力。イナンナ、イリアを狙う勢力は騎士連合だけではないのだ。イリアが生き残るためには一手たりとも間違いは許されぬ。来たるべきクロスロード要塞戦役にもイリアは必ず勝たねばならない。それまでに我々はできるだけ多くの勢力を味方に引き入れる。ウィルダー、ルチア、もしくはエラマン。それにこちらはスズランの剣の団長です。ラビアの傭兵団か。よくやってくれた。闇の光との戦いでも吊るし人との連携においても見事であった。一刻も早く戦争を終わらせるためにはその方らのような優秀な戦士が必要だ。兄上は人手不足だから私を呼び戻したのですね。それなら次は私が兄上に代わって他の勢力と協力の約束を取り付けてきてほしい。そうではありませんか。いやか、イリアのために尽くすの。答えはご存知でしょうに。ウィルター山脈へ向かう用意はできている。だが、ウィルダ族は謎の多い連中だ。キジョラにおいては、自ら案内人を見つけねばならない。では、以上だ。次は私の番。あなたの言った通り完勝ですね。この先も信じていいですか？話は以上だ。理解したか？もちろんでございます、殿下。必ずや殿下のご信頼にお応えしてみせましょう。町人が途上した。下がるがよい。欲に目がくらんで右近左伝する虫けらだ。王とモーンレイスの旧貴族が浮き足立っているのよ。今のは旧貴族の中の我々の内通者。サフィア、奴らに伝えてやれ。こたびの戦いは奴らも兵を出さねばならんとな。ぬくぬくと暮らしてきたダニダもイリアのため尽力させるのだ。戦場で妙な真似をしでかさないかご心配ではないのですか？ふん、それこそ上等だ。少なくとも背後に立たせるよりはマシだ。万が一の場合はスズランの剣がしかるべく取り計らうものと信じている。それに忠実なる北の盟友も時期に到着する。彼らは今回の勝利の鍵を握ることになろう。久しいな、ダンタリオン。ふん、相変わらずタイミングよく現れるな、騎乗は。あんた、なんでこんなちっこい執務室にこもってるんだい？伝説の傭兵、アガタ・シルバーウルフ。彼女はルチアの傭兵だ。銀狼の団長、アガタ・シルバーウルフだ。ルチアが約束した支援は傭兵団銀狼だけですか？知っていると思うが、ルチアは直接兵を出せない。そこで我が傭兵団がイリア支援の命を受けたというわけだ。喜べ。だが都合の悪いことにこっちはエラマンと長期契約を結んでいるのさ。それならイリアを助けることはできないと？焦るな。まだ話の途中だぞ。古来よりルチア人は信用と戦友を大切にしてきた。だからルチアが誰かを助けると言ったら必ず助ける。つまり私だ。この私があんたたちの援軍さ。いくら伝説の傭兵といってもさすがに自信過剰では。うん、独立戦争においてイリアとルチアは互いに支え合った仲だ。頼れる盟友の判断を信じよう。アガタ殿、改めて騎女の支援に感謝の意を表したい。礼には及ばんぞ、ダンタリオン。私も今のイリアに興味がある。いい機会だ。たっぷり見せてもらおうか。正式に紹介しよう。吊るし人指揮官、サフィアだ。そちらは傭兵団、スズランの剣の団長。お？スズランの剣だって？なるほどな。じゃあラビアは？傭兵団の団長同士だからね、顔を合わせる機会があったのさ。私が見込んだ女はそうはいないが、そのうちの一人だ。今でもよく覚えてる。ま、挨拶も済んだとこだし、用がないなら散歩でもしてこようかね。出撃するなら声かけてくれ。もちろんだ。あとは好きなように。うん、大義であった。吊るし人には全面的に協力させよう。しかし、その方を呼んだのは、それとは別の下級の要件のためだ。戻って準備をしてこい。その方を友として行くべき場所がある。殿下、ただいま王城を出ました。うん。ウィルダ族の件だが、その方の協力のおかげだ。礼を言おう。まさかあのイナンナが活躍する日が来ようとはな。この調子で続けてほしいものだ。うん。我が弟、ルトフィに会う。ああ、先日、弟から密書が届いた。ヨタの密会を望んでいるそうだ。クロスロード要塞戦役が始まる前に交渉がしたいと書いてあった。あの男、今回はひどい戦いになると踏んで、双方の損失を最小限に抑えるよう和談を望むとその方をどう見る？あれは理想家なのだ。子供の頃からそうだ。しかもイナンナとは違って行動力がある。だがそういう人間は計り知れない害を及ぼす恐れがある。なぜだと思う？同時に我が軍は戦の準備の時間が稼げる。愚問だな。殿下、もうすぐ目的地ですが、行く手に伏兵を察知しました。殿下御自ら指揮をお取りになられますか？うん。この後に及んでありきたりな茶番劇とは失望した。その方も馬車を降りよう。我らの戦いを拝ませてやろう。まさか君か？スズランの町で別れた後、君と共に未来を作ることを私は楽しみにしていた。しかしもう君は選んでしまったのか。武器を置け。吊るし人を手出ししろ。外にいた騎士連合の者ももう二度と邪魔立てすることはない。あれしきの伏兵で世を倒せると思うほど愚かではないはず。では始めようか。交渉とやるも。いいや、昼も夜も私はあなたを殺すことを考えている。あなたの独断専行がなければイリアはこんなありさまにならずに済んだんだ。あなたが恐怖で人々を支配しなければこれほどまでに民の怨嗟が深まることはなかった。あなたという暴君がいなければウェーブランの惨劇は起こらなかったのだ。もうよい。言いたいことはそれだけか。目を覚ませ、ダンタリオン。騎士連合の力はあなたの想像をはるかに上回っている。クロスロード要塞戦役で彼らは必ず勝利を手にするだろう。それならばイリア人は侵略者へのおもてなしを見せてやるまでだ。お前は一体イリアの戦士をどれだけ死なせれば気が済むんだ。それほどの犠牲にイリアはあと何回耐えられると思っている。ダンタリオン、イリアの未来のためにこの無意味な戦争を終わらせよう。今ならまだ間に合う。交渉の席で解決するんだ。ルトフィーよ、一つ聞かせてほしい。シルビア王妃の最後、覚えているか。シルビア王妃、覚えているとも。あなたこそあの時の誓いを覚えているのか。世か。世は生涯その誓いに背くことはない。ルトフィ、お前がまだ覚えているのなら一言言わせてもらおう。己を奴隷にしようと考えている国と和議を結んだところで得られるのは奴隷としての立場、それも徹底的な奴隷状態だ。暴力では何も解決できないぞ、血に飢えた暴君め。さあ来い、私を殺すがいい。今のお前に殺す価値などない。貴様、帰っていいぞ。行くぞ。こんなものがイリアの王子同士の交渉なの。偽善的で軟弱、吐き気がする。お前はやめろ。ウィルダ人、何故の所業か聞かせてもらえるか。私がウィルダ人だと分かったなら、もう尋ねる必要はないでしょう。むしろあなたを殺さない理由があったら教えてほしい。我々の間には双方のサインを待っている同盟契約があるはずだが、それにウィルダとイリアは運命共同体だ。同盟契約、運命共同体、言葉に気をつけなさい、イリアの王子。裏切りこそイリア人が最も得意とするところ。知らないなんて言わせない。あなたは本当に彼を信じているの？真の支配者から見れば、ウィルダ人とイリア人の争いは奴隷同士の剣闘興行に過ぎぬ。古代における真の支配者とは、すなわちエラマン。かの時代、イリア人はその惰弱と浅はかさゆえにウィルダ人を裏切った。その結果、ウィルダ人とイリア人は数百年もの間、奴隷の身に甘んじることとなった。しかし今や支配者は騎士連合と法王国。いいわ、続けて。強大な外敵と比べて、ウィルダもイリアもあまりに弱く小さい。自由に生きたいと望むなら、今一度団結するほかない。それならどうしてあなたの統治下でウィルダ人は今なお野山に隠れ住み、虐げられ苦しまなければならないの？騎女はウィルター山脈を出た一人のウィルダ人として、固定観念を変えることの難しさを知っておろう。それはウィルダ人だけではなく、イリア人にも言えることだ。そしてイリア人の中にもウィルダ人の中にも、それを変えようと懸命に励んでいる者がいることも騎乗知っているはずだ。イリアはウィルダ人がこれ以上差別を受けぬよう法律を制定する。イリア領内、外国勢力を含む一切の奴隷取引を禁ずる。そして我々は無償で硝石の発掘技術を提供し、ウィルダ人がウィルター山脈にある高品質の硝石を採掘する際の手助けをする。同時にイリアとウィルダ間の交易ルートを開通する。これによりウィルダ族には資源と変革のチャンスがもたらされるだろう。それらすべてあの同盟契約に書かれている。教えて。あなたの語るその未来をどうやって信じろと。互いに選択の余地はない。それに騎乗は一度は世の首に刃を当てた。ならば二度目もできる。そうだ。一族の者と話し合います。その前に、あなたの命を救い、話を聞くよう私を説得してくれたこの方に感謝するのね。問題ない。少し疲れただけだ。なかなか個性的なリーダーだな。次は私の番。次はどいて。次は私の番。私、ちゃんとやれた？本当に？あなたのそばにいると、なんだかすっごくこの程度かよ。あっちして。もうやめて。なんでもねえ。俺がいるからには当然の結果ってことだ。